チワース。教科書の端っこに書いてある応用問題を全力で解説する漢字の動画始まるよ。さて、前回は魔改造 GTR 組んでいろいろ遊ぶ動画を。初音ミクの消失かな？そうですね。ポン！よし！よし！これで安心だぜ！っていう茶番は置いといてですね。前回はグループ C マシンを相手に戦ったり、GT500 マシン相手に喧嘩を打ってきました。しかし、まだまだ爪が甘い部分が多く勝てないレースも多々あり、また、GTR を選ぶくらいなら結局レーシングカー使うしっていう、正論意見が飛んできそうな感じでした。だがしかし！ここに来て、使い道を見つけれたかもしれない。もう動画を投稿する頃にはもう終了しちゃったんすけど、こいつは先週のイークリーチャレンジ、なんかこう、感じるものはないか？ウンニョン WD チャレンジか。違う！説明しよう。ネオクラシックイベントとは、80年から99年のマシンが出場できるレースイベントで、グループ C カーなどが主な相手となる中、運営は GT500 スープラを進めるという。通常クリアを目指すならミッションレース34なんて可愛く見えるレベルである。そこそこのペースが要求されるのはもちろん、運ゲー要素も必要とされるので、難易度ハードならまずクリーンレースでのクリアは不可能と言えよう。運営はどうしてこのマシンで良いと思ったのか。ただ今回ウィークリーでこのイベントが選ばれたので、もっと楽にクリアできるマシンを探してみようってことで、選ばれたのは、あや R33 型の GTR。こいつはですね。前回同様、R92CP のエンジンを積むことができます。謎に、R32 型より軽量化できるので今回はこっちで、ゲーム内の34型は、2002年式なので、ネオクラシックに出場することはできませんが、こいつは97年式なので、出場することが可能。グループ C などのガチガチレーシングカーが登場する割には、年式と、PP さえ守っていれば、どんなマシンでも出場できるってのが、今回のポイントでございます。燃料倍率が高いので、市販車エンジンだとちと辛いイベントですが、レーシングカーのエンジンと燃料タンクを備えたことによって、こういうイベントでの幅が広がったわけですね。早速調理するぜ。いよいよ勝負の時であります。見てるよ見てるよ。エンジンスワップ GTR の実力見せてやりましょう。はい、用意スタート。いきなりパワーの差を見せつけてアルファロメオをパス。そりゃもうクラスが3つ分くらい違いますから。何やってんの。危ないところ隠し声でありました。なんとか回避しました。ラリー用の柔らかいパス。できてるからそんなタイムなんだよ。まあ、なんとかかわしたので OK です。そして縛りチャレンジしてる敵の山中さんをパスして、これで13番手。頑張れブレイキング。通常被害点増エル君 GTR をアウト側から持ちしてパス。これで12番手に浮上。パワー任せパワー任せ。800馬力のパワーに加えて1回台の重量化 4WD のトラクション。低速からの加速なら出場マシンの中で一番速いでしょう。ブレーキングまでのストレートで2台マッチして一気に10番手。なんだこいつのパワー。さすがであります。そういえばネオクラムデレルグループさんは結構あるけど、どのマシンが一番速いんでしょうね。まあ試す記録もないんですけど、っていう余談は置いといて、このマシンにも当然弱点はございます。それはこの中速コーナーで露骨に現れてくる。前回同様空力が他よりも圧倒的に少ないので、コーナーではひどいアンダーステアに苦しめられます。ですがレッドブルリンクは低速コーナーが多いので、空力不足を感じる場面は結構少ないです。また今回タイヤ消耗は結構優しめだけど、 GTR はフロントヘビーにフロントから削れていくので、フロントはミディアムタイヤを装着。リアはソフトで持つでしょう。さあアウトから勝負を仕掛けて。しかしこれ立ち上がりのスピードはどうか。いいんじゃねえか。よし、一周回り切るまでに9番手に浮上です。この調子で追い上げてやる。二周目です。よく飛んだ電気と勘違いされる。メッセディーズ・オー・ベンデン。クイーン急接近。ですがさすがに突っ込みすぎ。ペナルティを恐れて減速はしたものよ。そこからの加速で取り戻せるか。かなりパワーは出てるようだが。フリップ効果もあり、パワー任せに急接近。おいえ、強くてパワー。よし、これで8番手。頑張れ、ブレーキング。しっかりとペナルティを消化して最終コーナーでみんなが一気美勝負。お互いにかかります。でも今回はいつものジャガーではない模様。スリーズに最弱ジャローに乗せられてかわいそう。ってことでストレートで難なく処理しながら3周目。今回特に大雨禁止等の地盤は設けておりませんが、結構当たりが暗くなってまいりました。でもこういう地盤ってない時に限って大雨って降らないんですよね。だとしてもまあ後半の9か10周目当たりなことが多い。バーサーですこれ。さすがわし無駄にネオクラをプレイしているが、よーしゃーやー。突っ込んで相手と差をぐいぐい縮める。前を走るのはグループ C の方のメッセディーズ・オー・ベンデン。ですがいつもと違ってイボール・オームラ・フラガ君が乗っているわけではないご様子。グループ1のイベントやりすぎてドライバー名で覚えているマッチ。インから多少にも空力の差が出てしまう。やるじゃねえか。だけどもそんなやわな攻撃でよ。ちょっとした展開区間でグループ G を圧倒。さすがのトラクション。氷はレーシングカーもびっくり。最終コーナーを立ち上がってホームストレート。目の前に見えるわ。やったおどきさー。さあ同じ
エンジン同士の加速対決。こっちの方が若干加速がいい。そして第1コーナーで2人ずつ4個テストに乗る。なんか毎年かっこいい写真になっていく国分さんに追いつく。しかしこれ立ち上がりのスピードはどうか。やはり 4WD ハイパワーカーブプラス 4WD は全てを解決する。そのままストレートでポルシェも食えそうです。やってね。まあいいや。そんなことよりブレーキング勝負、この調子でスピードまで切っていきたいところですよ。どうだこれ前出会い。スッキンするほど強くは落ちてないから、単に相手がスッキンしにくいドローのだけでは、とりあえずですね、立ち上がってパワーを生かしスクードの前に出る。はい、これで2番手です。あれもう2番手って言っても、自陣のジャガーは10秒先にいます。このイベントの異様な展開よく分かったでしょう。このイベント、謎にジャガーだけ早いんですよね。だからスープラチャレンジだと、どこかしらでジャガーをスピンさせておく必要があったんですね。まあ10秒離れてはいるんですが、アクセスも取れていて、こちらの方が早いことは明らかなので、数周年に、ジャガーに追いつくことに成功しました。フロントのアンダー対策にミディアムを履きましたけど、まだ7割くらいライフがあるから、このコスパでも良かった感がありますね。それはそうと、次の低速の侵入で仕留められるか。よっしゃー接触ギリギリのパッチン肝心なところだ。さすがに結構カメラで見てみましょう。肝心なところだ。ざまないぜ。こいつエッツもスピンしています。ジャガー君は抜かされると AI 個性という名の神の力によってスピンを誘発します。とここで雨も降り出してきましたね。予想通り9周目でした。本来であればインターにでも交換したいとこですが、メモリを打ち崩したし 4WD パワーでゴリ押しながら後ろに大差をつけて無事に1位でゴールインです。まあレッドブルリンクは結構簡単なブルーなので、ピットに入らなくても良いというのはかなり強みでした。てなわけでウィークリーチャレンジはこれにてクリアでございます。いやー簡単でしたね。スープラ組んでやるよりもそれはそれは楽ちんで。あれ？スープラより楽ちん。ママあれ何してんの？ママにもわからねえよ。ミツオやってきた。足を運んできた。運ゲーと運ゲーと運ゲーによる運ゲーのためのイベントへようこそ。おそらくこのイベントをやると高確率でジャガーが嫌いになるでしょう。このまま入れてこのまま抜くともう取れてるんです。は？ここまでもう一回。いや別にスープラじゃないし。そうだぜ、こいつは一級品の戦闘力を持ったいいマシンだぜ。見てくれよこの有り余るパワーをよ。そしてこのパワーを持ち合わせな。ダメだ。いや予感がするよ。ああそうですとも。確かにね、スープラよりパワーはあるし、トラクションもいいし燃費もいい。だけどこの空力のなさだけはどうしてもカバーできない。レッドブルリンクの時は低速自体だからいいけど、もうここなんて高速コーナーしかないじゃない。無理だろこれ。しかもさっきよりタイヤ消耗倍率も上がってるからさ、どうしてもミディアムでいかざるを得ないんだよね。けどさっき楽勝で勝てたんだしさ、もちろんここでも余裕で勝てた。ゴミかせー。やっぱダメじゃねえかよ。やってね。いやきついっすよこれ。なんすかこれ。もうね、タイヤがきついしさ、雨も降らんしこれ無理っすわ。うん、もちろん通常攻略でのお話ね。おじさんのこと本気を怒らせちゃったね。ほら舐めてんじゃねえぞ。なに、通常攻略じゃクリアできないことが分かっただけでもいいぜ。通常攻略でクリアできないなら例の方法で攻略するのに。ってことで序盤に絶対的なペースを作りたかったので、ソフトタイヤはもちろんのこと、ニトロも解禁してガチ仕様で挑んでいきますよ。空力的なあれで結構高速コーナー厳しいっすけど、ソフトタイヤの防御力を使えばなんとか食らいつける。そして次のブレーキングまでに2台は仕留めておきたいです。ニトロで最大限加速してからの。そうかインからまずはスープラを抜かして次の切り返しで行かせてもらうぜ。サイドバイサイドバイサイド。甘いんだよ。オッケー、まずは最低ラインはクリアですよ。続きましてお次はスーパーシルエット君をスムーズに勝ちできるか。若干詰まりましたが強引にパス。今回のスパシル君は仕事してくれるでしょうか。そしてここからの区間はスープラよりも早い区間。パワー任せにストレートで速度を乗せていきます。マクラ君はスムーズにパスできました。あまり速度を乗せすぎるとアンダーで外側の鳥取砂丘に足が取られるので、ここは控えめにアクセルを開けるのも少し我慢ですよ。で向きが変わったらフルブーストで。パワー任せパワー任せ。ベンツ君なんて止まってるかのように加速していく。ひとまず1周目はこれで終了。さて熟練生の皆様ならお分かりでしょうが、ここからは地獄のお祈りゲーが始まるんだぜ。2位を走行中であるエスクードことソリス選手が後続のグループ G マシンたちを抑えてくれています。ちなみにやっとうっさー。
大地を走っていますが、これは計画通りなので OK。 まあ厳密にはジャガーを前に行かせるとアウト。これ今全力で走ってますけど、ジャガーはこのペースよりも速いペースで逃げていくし、普通にペース負けして勝機はゼロになります。さてみんな大好きビショップに追いついてまいりました。でもビショップ君はそこまで速くないので、ここは普通にパス。思いが通じているのか、幸運なことにジャガーの姿が、しかもまだエスクードの前に出る気配はありません。いやーこれが熟練ネオクラビンの力ってやつですよ。まあ運ゲーなんですけどね。でもこの運ゲーは生かすしかありませんわ。強靭な精神力でチャンスを手繰り寄せていきます。しかしチャンスはあと1回てか、チャンスは1回しかない。いいですか、ただ相手をスピンさせるだけじゃダメなんです。相手がスピンしてもすぐ立て直したらダメ。カウンターを当てて立て直せるくらいの浅い当て方も当然 NG。 そして最も NG なのは相手も自分もスピンしてしまうこと。自分がスピンしてロスしたら本末転倒。当然リセット案件でございます。自己ベストタイムを更新し勝負を仕掛けに行く。うん、ここで試すか。狙いを定めて、よーしゃー、タックルをしたのか、あいつ。さすがに無理だったか。あ、やってるか。関係ない奴を巻き込んじまった。待て、これはまずい。ジェリカ、さっきのデブロック役のエスクードを場外ホームランしてしまったことで、ジャガーが本来の力を発揮しだした。あ、待ってください。ちょっとちょっと待ってください。待って、助けて、待ってください。意外や意外、ベンベンがブロック役になっている。見てるよ見てるよ。さて私の腕の見せ所、一発でいくわよ。そこだ、カメラで見てみましょう。そこだ、そこだ。うむ、我ながら良い追突でございました。ジャガーの弱点は全て把握してるのでね。ちなみにですが、この後ジャガー君はスポーツマンシップの奴隷なので、なんと最下位まで転落していたご様子。ジャガーを最下位まで転落させたの、この世で俺が一番最初じゃねえの。いやでも本番はまだあるんですな。ここからさらに1位の宮園さんに追いつく必要もあるので、なかなか難しいミッションになりそうだぜ。残念ながらニトロもタイヤも尽きてしまっている。これがジャガーをスピンさせるまで見つかった代償なんですね。スープラの時はまだなんとかなったんですけど、ちょっとここから追いつくの厳しいか。予想はしてましたが、やはりタイヤがもうダメダメです。握り飯4個分に煽られながらもなんとか3位を死守。後半に備えて、フットに入りますよ。新型艦より救援信号を了解。恐ろしく速いフットストップ。俺でなきゃ見逃しちゃうね。ってことで爆速でフットアウトしました。そうです、このエンジンにしてから燃費が爆伸びしているので、フットで給油する必要がないんですね。だから鬼のような速度でフットアウトできるわけです。しかしソフトタイヤで後半ペースが落ちまくったので、第2試験とはミディアムタイヤでいきます。特集ね、お店を軽ひざる選手に追いつく。ニトロはないものの、やはり加速力が違うぜ。インからスタッフを行かせてもらって、4番手馬力が違います。特に何もなかったので9周年突入するところ、目の前でエスクードと握り飯が見えますね。けどエスクードは周回遅れですので、まずは第1コーナーでパッシングしておきましょう。そして速度を乗せたまま国分さん、やってね。ここで空港のアンダーステア。国分さんは鳥取砂丘に足を運んでみたかったご様子です。これで3番手に浮上ですね。そしてそこからベンツ君も捉えますよ。頑張れブレーキング、よし。犬を取ってからのこの立ち上がり、悪いね。これで2番手に浮上しましたが、これ宮園さんに追いつけるでしょうか。さあファイナルラップ、宮園さんとの差は3秒です。微妙なところですが、これは追いついておきたいところです。今日はネオクラ当日ですけども、宮園さんには何一つ追いつきませんでした。何一つ追いつくことなかったです。一体何がダメだったんでしょうかね。この結末あまりにも悔しい。途中までうまくいっていただけにちょっと残念ですね。あと1秒早ければ勝ててました。やっぱり高速コーナー主体のこのコースだと、ある程度の空力がないと追いつくのは厳しそうです。あとやっぱり宮園さんもスピンできなかったのは痛かったですね。まあ運ゲー要素強くてやり直す気力ないんすけど、ここまで戦えたならスワップ GTR は使い道があると言っても良いでしょう。みんなもウィークリーは面白いマシンでクリアしてみてね。いかがどうでしたか。今回はウィークリーにてネオクラがあったので、スワップ GTR でどこまで戦えるのかやってみました。雨要素のあるレッドブルや富士などでは強そうですが、消耗が厳しい移動ではやっぱり運ゲーでしたね。もうちょっと空力を強くできたら勝ち目はありそうでしたね。ってことで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。